こんにちは。関東支部でインストラクターをしています藤田聡と言います。あ、北陸支部の、インストラクターをやっています中村幸寛と言います。よろしくお願いします。今日は、僕たちが IRA に出会ったきっかけの方を話させていただきたいと思います。中村さん、あの IRA に出会う前はどういったご状況でしたか？病院で勤務をしていたんですけれども、自分は OT なんですけど、ADL だったりとか認知面に関わることが多くても、あの機能を見れるっていうことがなくて、で自分でもっと患者さんに何かできることはないかなと思って、日々悶々としながらちょっとこう、治療していたっていう状況が、続いていました。日々の臨床結構悩んでることが多かったような状況ですか？はい。あとやっぱりこうあまりこう結果を出せずにいたので、やっぱり患者さんに罪悪感を感じたりだとか、あのもっと何かできることはないかなっていうのは日々考えていました。はい。藤田さんはその辺どうでしょう？僕は出会う頃がちょうど臨床に入って1年ぐらい経った頃で、あの患者さんもよくはなってはいくんですけど、やはり患者さんのホープというかご希望があって、こうなりたいっていうのがいろいろあったんですが、なかなかちょっとそれに応えられなくて、こっちがちょっと熱くなるというか、どうですかっていうのがちょっと強くなりすぎて、先生も大丈夫ですよっていうような状況で、逆になかなかちょっとその期待に応えられなかったり、先ほど中野さんおっしゃってたようにちょっと罪悪感みたいなものがあって、なかなか自分もっとできることがないかなっていうのが、そうですね、IRA来る前の状況でした。こういった、悩みとかあったと思うんですけど、 IRA に来ることによったきっかけというか、知ったようなきっかけっていうのは何かありますか？その悩んでる中で、自分で何かこう研修会とかそういうもの以外で何かこう以外でもこう自分で学べるところがないかなと思って、自分でこうウェブサイトなんかを見たりして、で探していったのがきっかけですね。はい。藤田さんはきっかけとしては？そうですね、僕のきっかけは一番初めに知ったのが、僕の同期が中村会長の治療を受けたことがありまして、そこでこういったことをやったということで、それまで当該を触るのなんてもちろん全然意識してなかったですし、一つの症状に対して全体から捉えるっていうところで、こういった形で全体を取れるっていうのはなかなかちょっと苦手意識もあったので、そういうところでなかなかない概念があったので、ぜひとも受講してみたいなって思ったのがきっかけです。なるほど。で先ほど研修会のセミナーとかいろいろおっしゃってたんですが、今セミナーとか結構いっぱいあると思うんですけど、IRA を選んだ理由っていうのは何かありますか？そうですね、ホームページを見ていた時に、全身から治療していくっていうものだったりとか、不定愁訴なんかにも、効果があるっていう風なところがあったりだとか、動画が上がっていたりだとかして、そういうのを見てすごく興味が出たので、とりあえず一回行ってみようと思って、今の体験セミナーに、申し込んだのが初めです。はい。ペタさんは何か理由とか？僕はそうですね、一番単発ではなくて継続的にそのセミナーがあるので、単発で一回やって終わりというわけではなくて、一度やって、そこであとは一応もちろん帰って練習をして、次の時にそこの全く同じというわけではないですけど、復習だったりアドバイスを受けられるっていうところで、受講をしました。そうですかね。で中村さんの参加して、日々の臨床での結果もそうだと思うんですが、悩みとかはどう変わりました？そうですね、初めて IRA に参加させてもらってから1年半ぐらい経つんですけれども、1年半前だったらもう本当に全然なんでこの人はこういう状況なんだろうっていうのがわからないような患者さんでも、
今だったら治療できるなっていう状態にはなってきたかなと思います。で患者様からも、非常にいい反応をもらえているので、なんかあんたにやってほしいわとかそういう声もいただけているので、非常に結果としては出ているんじゃないかなと思います。素晴らしいです。ありがとうございます。藤田さんはなんかそのそうですね、僕は、ちょっと年数も経ってはきたんですが、一番初めに、受けた直後は、麻痺の方でもなかなか形成が落ちにくかったり、そこで、その下肢の形成が落ちにくければ下肢というような形でやってたんですが、中間さんおっしゃったように全体からとな、捉えるということができるようになったので、そこだけにフォーカスして、とてもそれ小さい部分で悩むっていうところが少しなくなって、もうちょっと広い面で見れるということができたのと、現在だとその IRA の、テクニックをベースにやってはいますね。そのベースにやった状態で、あと次はどこが問題かなっていうのが、とてもなんですかね、今までよりも見えやすくなったり、あと一つそこで例えばまだまだ問題があったとしても、次にじゃあ何をその方にやったらいいのかとか、どういうふうにその方と接すればいいのかなっていう、そうですね、技術的な面だけではなくて、そういったところでも考えが変わってきました。あと参加していろいろ買ったところあると思うんですが、参加して、あと他にインストラクターになったりして、いろんな変化があったと思うんですけど、どういった変化が出てきましたか。やっぱり自分の体もいい状態を保てるようになったので、非常にこう自分の調子なんかが分かりやすくなりましたし、それによってやっぱり患者さんに与える影響なんかも変わってくるなっていうところが分かったので、日々体は常にいい状態にしておかなければいけないなっていうところをやっぱり変化としてあったのと、患者さんのさっきも言いましたけども、治療後にしっかり変化を出せるようになったっていうところが大きなところだと思います。藤田さんは産後をどういうふうに変わったとか。そうですね、やはり同じように自分の体に対してフォーカスするとか、とても目を向けるっていうのはとても変わりましたね。でその中で自分の体が相手に与える影響というのをよく考えるようになりましたし、あと、中にちょっと困った点というのは、今はちょっと職場が変わってクリニックにあるんですけど、なかなか他の方とやってる時に先生がいいというようなことで、少しちょっと差が逆にちょっと一瞬、ちょっと一瞬というか、差がちょっと出てしまって、なかなかそれを、どういうふうに違いがあるのかって、ちょっと説明しながらはやってはいるんですけど、そこで対象する方がとても増えてしまって、その中でちょっとどうしようかなっていうのはすごい出てきたりはしました。ただでもやっていく中でアドバイスみたいなのもいろいろ見えるようにはなってきたので、前よりはその痛いからそこだけで悩むってわけではなくて、その後じゃあその人にはどういうふうにしてやればあげられればいいかなっていうところでの変化とかはありました。今日はお時間、取っていただき、いろいろインタビュー、聞いていただきありがとうございました。なかなか僕らも初めはできないことも多かったんですが、段階を追って練習していく中で、徐々に、力をつけていくことができました。どんなことでも継続していくことは大切だとは思うんですが、なかなか一人ではやりにくいところもあると思います。 IRA でやっていく中では段階的に継続的に学べますので、そういった中できっちり自分の力を作る土台ができていくと思います。ぜひ、ご興味ある方は、ホームページの方でも見れますので検索してください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。